いや、でもそのたこ焼きさんの法則はもう完璧に合ってて、扉への法則は、一味一味以外、一味一味以外でずっと来てて、今回は一味なんじゃないかで、なんか結構特殊だったっすね。ウソップとサンジが使われたって感じなんですかね、これ。サンジもいるけど、ウソップの扉で。あー、なるほど。サンジが消費されたということではなくってことかな、ちょっと多分。そうですね、と思います。本編たこ焼きさんからどう見ます？やっぱり風車村のところで、はい、時系列が4年前から始まって、って今回で約2年半前ぐらいまでこう進んでいってて、はい、ルフィ出航の直前っていう中でめちゃくちゃ面白いだけで考えたらゴムゴムの実とかが考えられるんですけど、はい、かとかけど多分2年前の世界情勢で一番重要やったのがゴールドロジャーの関係者を消すっていうのが、うわー、なるほど、そこに動いてるかなと思うんで、4年前にエースなんです、はい、レイド海賊団として動き出したことが分かったと、戦国は。で、それがその時点で全部バテリラと結びつけられたわけではなくて、はい、まあ、本当にそうなのかとか、足跡をこう辿っていったと思うんですよ、世界政府は、はいはい、その中で可能性として風車村にエース名乗ってるやつおるぞみたいな話になって、時なのかなっていう。そうかそうか、だから世界政府はゴールドロジャーの血筋を抹殺したいっていう時代だから、その時代がルフィとかニカに紐付けるのは熱いけど、現実問題、はい、そういう命令でも、そうだな、仮にゴムゴムの実由来でクマが風車村にこう向かわされたとしたら、はい、なんで昨日今日渋川になったばっかりのやつにそんな大事な役目を任せるのかっていう違和感があったり、むしろ敵だからいつ裏切るかも分かんないような渋川にそんな役任せねえだろう、だって現にシャンクスに裏切られてるわけだしとか、海賊なんて信用できねえがある中でなんか違和感があったんですけど、確かにロジャーの血を消せっていうのだったらなんか納得できるな、お前迎えっていうね。イーストブルーにいたのは僕は偶然だと思うんですよ、クマが、まあ、たまたまいた。じゃあやってほしい任務は風車村にエースって名乗ってるやつがおったぞっていう、ここちょっと妄想っちゃ妄想なんですけど、エースっていう名前を知って、そいつが強いらしいぞって知ってて、政府に口割りそうなやつって多分ブルージャムじゃないかなっていうのを僕の中でちょっと思ってて、あー、なるほど、あいつの前で覇王色を発動させた子供がエースなんで、はいはい、そういうところから漏れる筋はちょっとあるかなっていう。なるほど。でちょうどクマがおったし、はい、僕的には最近やっぱキリスト教のたかしさんと、はい、たかしさんとクマが牧師なんで、はい、エースっていう人間はイエスキリストの生涯を書いてるっていうのを高橋さん理論ですけど認定されてるんで、エースっていう実在した人がいて、その人がキリスト教、違います、エースっていうそのキャラクターが、あー、そういうこと、イエスキリストの人生になってるっていう、もうがっつり聞いてないんでぜひ聞いてほしいんですけど、はい、エースが5年前に出こうして、そっから3年間になりますよ、ね、はい、2年前に処刑されたんで、そこもイエスキリストっていうのが動いた期間が3年間とか、なんかもういろいろリンクはあるみたいなんですけど、はいはいはい、だからやっぱりそのエースっていう人間とクマが交わるというか、なるほど、関係性も持たれるっていう部分で言うと、まあ、エース絡みかなっていう、今回もなんかエース出てきたり、エースの潰した後釜にクマが入ってたりとか、なんか関係させてきてる気配はそうですね、するし、このままいったら1101話になるんで、101なんで、まあ、11ってなるとやっぱりエースかなっていう、1月1日なんで、はいはいはい、とかですかね、やっぱエースの方があるかなって。なるほど、いや熱いわ、そっちなんじゃねえかって思ってきたわただそのエースを殺す目的で来てるんだけど、エースはもう風車村にはいないし、エースを殺す目的じゃないと思います、あくまでエースっていう人間の足跡を調べろっていう感じかなっていう。でもまあいずれにせよ調査だとしても、エースはもう風車村にいないことを確定してて、無駄足みたいな感じにはなるんだけど、そこでまあルフィと何らか遠目から見るみたいな話になる、何らかの接触じゃないけど、何かはありそうですよね、つながりは。一応スリラーパークでエースに関してクマが発言してるのが気になってて、クマががっつり登場した時にエディ・レフィに兄がいるのは本当かって何って、あそこのつながりって一応世界的には頂上戦争の前では人は知らない体やのに、何か知ってるんですよね、はいはいはい、だからやっぱり風車村で調査したのか、で口割りそうな人物っておらんけど、はい、ループスラップって
全てをこう知ってそうで、はい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 、ドラゴンとのつながりとかをクマが話すと喋ってくれたんかなとか、いろいろちょっと考えてる。熱いわ。全部つながっていくな、それ。スリラーパークでなんでエースの存在というかお兄ちゃんがおるっぽいっていう情報を掴んでるのかとか、はいはい、ちょっと謎なんで、そこが回収されていく気が。なるほど。あとは結局はなんでサニーを守ったのかっていうところが過去編で分からないといけないなとは思ってんすよね。だからその最終的にエースの調査のために行ったとしても、何らかドラゴンから聞くのか、ベガパンクから聞くのか、実際に目の当たりにするのか、なんか分からないけど、サニー号を守るってプログラミングしたのがベガパンクだから、クマの願いでもあり、それをベガパンクも知っているっていうことだから、なんかその辺の謎の答えがこの過去編に描かれるのが自然だとも思うんですよね。なんかこう全体的に見ると、それがドラゴン、クマ、ベガパンクとその3人が知ってることなのか、俺の息子がゴムゴムの実を食べることになるとか、なんかそこがなんか見えないんだけど、まだ重要なワードと思ってるのが、はい、ギガワードをめちゃくちゃ使うなと思ってて、今回のツタン星が自我と思考をなくしたって言ってるのが、はい、まあ、勝手にどっかに飛んでいった時にリンドバーグかな、もう自我はないはずなのにって言ってたりとかするんですけど、はい、単純に人間って一切の子とか自我ないじゃないですか、けど本能で動くじゃないですか、はい、だから多分そっちが重要なのかなっていう。なるほど。サニーを守ったのも恩人であるドラゴンのために動く本能って、いやでも分かります分かります。ただなんかあのさ、本能でサニー号守ってくれてるのもいいんだけど、麦わらの一味が一人来るまでサニー号守るっていうプログラムだったから、それがあの麦わらの一味が一人来たから役目を果たしたかのように去っていったならわかるけど、麦わらの一味が一人来るまでのプログラムとして設定されてるから、それがベガパンクの意図なのかクマの意図なのか、両方の導き出した答えってことなのか、そこにドラゴンも関わってくんのかとかが、まあでもドラゴンも関わってないと変だけどね。男の船出を邪魔する者がどこにいるっつって、ルフィの冒険に協力的だったのがドラゴンだから、サニー号のところでも男の冒険を邪魔しないように、だったらドラゴン本人も守れよとかっていうのもいろいろあるけど、その辺がなんでベガパンクがサニー号を麦わらの一味一人が戻ってくるまで守るなんていう、なわけわかんねえプログラムじゃん。古代兵器とか研究してるとかさ、夢の戦闘機作るとかって言ってるやつがなんでそんなプログラムをクマに施すのかが分かってほしいんだよね、単純に。この過去編で希望だよね、もうね。確かに。だから一回スリラーバーグで全員ぶち壊そうとしたようなクマが変わりましたもんね、途中で。本当に殺すつもりで来た雰囲気じゃん、最初の方さ。麦わらのルフィの首を取れ、たやすいみたいな感じで。全てはボニーのためにって、そのぐらいは動いてますもん。ただ、さすがドラゴンの息子って多分スリラーバーグの最後にあったよね、セリフ。だから知ってたってことじゃん。逆に言えばお前はそのドラゴンの息子だって知ってて殺しに来たのかいっていう違和感があるよね、あそこに。本当は、たやすいって政府にバレないように演技で言ったっていう話なのか。でももうあそこで自我がないって話だっけ。でも自我はちょっとあるって感じですね。まだちょっとあるのか。頂上戦争の時にドフラミンゴの発言で先日の実験で完全に失ったって微妙な間が空いてて、スリラーバークではまだ若干意思がある中で、じゃあ自分の意思で命令はされただろうけど、こいつがドラゴンの息子であることはクマだけは知ってて政府は知らなくて、本当は助けに来たっていう見方もできるのかな。でもなんかあれ本当に殺しに来た感じにしか見えねえんだよな、その最初。そうではあると思います。はい。でそこでゾロとかと話したりする中で、あこんな感じで成長したんだ、だったらボニーに危機が正直あるかもしんないけど、政府の命令に背くことになるけど、こいつは生かしておいた方がいいかもしれねっていう判断をしたっていう話なのかな。わかんねえな。納得いかないですよね。なんか納得なんで殺しに来たのにそれやめたのかと、なんでドラゴンの息子だって知りながら本当に殺しに来て、まあボニーが人質に取られ断れる理由はないって話なのかもしんねえけど、じゃあなんで殺さなかったのかっていうね、その辺の謎が全部わかってほしいっていう話だね。クマに残されてる。いやでもそのエースのやつはなるほどって思います。エース絡みかなって僕は思ってますけどね。結局太陽だしね、なんかエースもね、結局そうですね、うん、はい。